これはうつ伏せですわ、うつ伏せで、で足引っ張って、これはこちらは真横なんですけど、真横。で、あのこっちの方が分かりやすいんですけど、うつ伏せで足引っ張った方が、出てる。そう、僕らで肩骨、腓骨、硬い骨、膝の下で完璧折れてます。で、これですね、なかなか難しいんですよ、この子たちで。手術してさ、ピンニングしてやったりもしたことはあります。かじりますね。足を。そう、そうするとかじられちゃうと結局断脚になっちゃうんですよ。はい。そういう、だからそういうリスクを踏まえた上で手術をするのが一つ。それからもう一つ、最近は手術しないで、ケージですと狭いところで買ってもらう。それで痛み止めとか、ちょっとお薬を飲ませながら観察しながら行く。それも結構、それをその方がかえってくっつきますよ。ああ、なるほど、うん。ただし、ちょっとだけ注意事項があってね、まあ、まだ若いからかもしれないけど、これ胸ですよね、はい、ちょっと分かりにくいけど、心臓多分これだと思います、はい、で、こっちが胃があるか、こっちが左なんですけど、うん、若干心臓大きいかもしれない。横で見ると、頭で、私がこうギュッと掴んでるんですけど、これが胸です。で、手が重なってるから分かりにくいんだけど、うん、これが胸で、として心臓多分これだと思うんですよね、はい、やっぱりちょっと胸の大きさ、ちょっと大きいかもしれない。というのがある、ある。あとはまあ、お腹の中は別に、黒いのはガスなんですけど、これぐらいのガスはまあ正常。具合が悪い子はもっといっぱい溜まってくるから、それは要注意です。で、ちょっと観察の仕事は今から言いますね。